ででは音読す。ここからいきますね。One, two, three。もっと悪い通信機。コミュニケーションを取るのがより下手な人。A worse communicator。北極の動物。Arctic a n i m a l s 厳しい環境。Harsh environment. ひばり。 Luck 日本の東京東京、Tokyo, Japan 日本での生活を考えるこれ考慮するってことね日本で生活しようかなと思うっていうそういう意味ね Consider living in Japan 桟橋桟橋って海とか湖なんかに川なんかにもあるかもしれないけど ちょっと突き出したところで、えー、人が歩けたりする感じのとこかな。で、船着き場であったりすることもあるね。そういう感じのとこね。peer。なし。pair。企業の方針。company policy。学校だったらスクールポリシーになるよね。会員に与えられる書類や 会員証などの意識 Membership pack 資格をより上の階級にする Upgrade the status 校長 Head teacher 校長 PrincipalHead teacher はイギリス Principal は、えー アメリカでよく使われます。どっちも使われるので、どっちも覚えなければいけません。重要なことは何も共有しない。share nothing important. 特許。patent。問題があるかもしれません。might be problematic. 宇宙空間にある衛星。satellites。 in space これは artificial satellites というと人工衛星になります s a t e l Satellites っというと月とかそういう意味の衛星ねと人工衛星という意味もありますだからこれどっちかというのは文脈で判断してくださいギネス世界記録 Guinness World Records 無視される可能性があります。May well be ignored。誇りに思うのも最もだ。May well be proud。だから、May well には可能性があるって意味と、そうあるのは最もだ。だから上の文章だったら、無視されるのも最もだと訳してもいいわけなんですよね。下だったら、 えー、誇りに思うかもしれないって訳しても構いませんこれも前後関係で何となく取るって感じですね。